それでは森野庄司会長よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。第38回みそごろ祭り、本日は誠におめでとうございます。私たち関東西上会、関東西上会は 何回やっとかないというようなことでございますが、関東西上会を、まあ、今年で32回、我がふるさとから関東以前に上京した人たちで、とにかくやはり何を語るかというようなことで、まあ、一人一人、まあ、最初は4人、20人だったのが、まあ、現在では関東に大体800人ぐらい西上出身の人たちがいると思います。毎年京都市幹事長の方で書類関係、役所の名簿は大体集まっているのが大体の人たちなんですかね。まあそういう形で毎年4月の第3土曜日に関東西上会というのを開催しております。毎年大体150名ぐらいですか、地元から市長をはじめいろいろと有志の方が駆けつけてくださいまして、やはり毎年我がふるさとの料理をいろいろと教えていただいて、それでまあ一日楽しく語り合っている会でございます。会費が少々高いんですけども、これをもう少し何とか安くできないかというようなことで、いろいろホテル関係もいろいろな人員関係でやっていただいて、まあとにかくやはり毎年毎年そんな毎年毎年やらなくてもよかんじゃなかったかというようなことなんですけども、やはりまだこの西上、やはり18歳までしかお世話になってないんですけども、この町の匂い、空気、食べ物にしてもやはり、まあ、本当に素晴らしいと、島原は本当にいいと私は思っております。まあそういう形でやっておりますが、まあ今日はとにかく人じゃないかというようなことで気をつけてまいりました。いろいろとご迷惑をかけますが、一つよろしくお願いいたします。大変簡単ではございますが、ご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ここで関東西上会から磯五郎祭り実行委員会へご寄付がありますので、相川会長登壇してください。ご利用させていただきたいなと思っております。どうもありがとうございました。